このフリー素材のタイトル、なんでしょう。よいしょ、はいよ。どうも、飯尾の餅と、はいどうぞ、どうせです。さあ、ということで今回はフリー素材のタイトルはなんでしょうっていうものをやっていくんですけど、はい。まあ今僕、課題でね、子供向けのアニメーションというものを作ってるんですよ。はいはいはい。その時によく使ってるのがイラスト屋っていうものなんですけど、はい。イラスト屋っていうもの知ってますか、皆さん。知ってますね。まあなんか大体多分例とか出してると思うんですけど、うん、そのイラストのタイトルってなんかちょっと独特なんですよ。無駄に細かいとか、そう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 っていうものがあるんですよ。はいはい。だそれを問題にしたら面白いんじゃねえかと思って、はい、僕はクイズを今回5問持ってきたので、はい、それを皆様に当てていただきたいと思います。はい。ということで今回はフリー素材のタイトルなんでしょうやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、はい、第1問、はい、第1問こちらです。なんだこれ。そういうことね。うんうん。だこれ、え、これはさ、どうやって答えればいい。なんかこれをなんとかかんとかのイラストっていう感じで答えていただければいいです。これは言っちゃえばジャブです。一字一句、いや、ニュアンスがあってれば、ニュアンスで大丈夫ですよ。はい、行きましょう。はい、キくん、アイドルのイベントに行った人。ああ、まあまあまあ、そういうことです。答え方としては。はいはいはい。カイトくん、結婚式のイラスト。おお。ちゃんと見た。強かったわ。いや、お前、新郎は分かるけど、新婦私服だって。嘘。新婦バチ私服だって。ほんとだ。うわぁ、やばい。やった、これは。寄せか。ファンミーティングのイラスト。ああ、まあ、一緒ね、ほぼね。そうそう、一緒です。やってしまった。答えは、アイドルと写真を撮る女性のイラスト。うわ、めちゃめちゃ近いじゃん。これは、ハルキくん1ポイント。よいしょ。俺は入んないですか。ファンミーティングか。入らんよ。アイドルっていうところがあるし。そう、アイドルがあってたから。マジか。写真ではなかった。いや、でも、これが。これしてるから。そういうこと？そう、写真撮るときに、いや、思ったんだよ。俺も、これやってるところの要素を入れることが迷ったんだけど、ジャブって言ったから、もう一つの大まかな設定かなって思ったら、結構際どいやつだった。ファンミーティングは浅い。浅いな。聞きやさ。第2問。はい。こちらです。なんだっけこれ。なんか俺覚えてんな。覚えてる？いや、もう俺はもう分かってるんだけど。シンプルでいいです。じゃあカイト君から。はい。椅子取りゲームのイラスト。ほう。椅子取りゲームってなんだっけ？椅子の数の方が少ないから座れない人が出てくる。あー、そうだ。え、そこ？乗せ最後にした方がいい。まあいいか、乗せくん。なんかのゲームだと思ったんですけど、総称して遊びたい人。絶対に違います。遊びたい人。浅すぎ。いや、もうわからんか。それは陽キャの考え方だよ。何が？何が？浅く広く友達作るタイプ。いや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 。じゃあいいですか、春樹くんの陰キャの考え方を。お願いします。椅子取りゲームで座れなかった人のイラスト。なるほど。迷ったんですよ。その椅子取りゲームをしてる人たちみたいな、その概念でいくか、その座れない人にフォーカス当てるか迷ったんだけど、まあでもこっちだろうって。陰キャなんで。いいですか、答え。はい。答えは椅子取りゲームのイラスト。よっしゃー。うわ、椅子取りゲーム。よし。カイト君がまず1ポイントで、まあ、これもほぼニュアンス合ってんで 0.5 ポイントで。陰キャポイント。やばい。 0.5 陰キャ。やばい。 0.5 陰キャ。第3問。はい。こちらです。うわー、こっからね、ちょっと難しくなってくかもしれないです、ね、むずいな。なんだこれ、バカ。なんだこれ。なんだこれ。分かった。待って、いやー、どこまで攻めるか。どういうこと？前で意味わかんないこと言わないでくんね。一切。いいですか？はい。野瀬くんからお願いします。はい。受験を、応援しに行く親。応援しに行くというか、応援している親。あー。はるきくん。俺ですか？はい。松岡万蔵のイラスト。そんなあったの？いや、確実に松岡万蔵でしょ、あれ。多分だから、正式名称は、陰ながら応援する。だと思うけど、陰ながら応援しててあのなりは松岡君の像だ。いいですか、そんな回答。わかんねえ、マジで。こちら。はい、かんねえ。逆さまです。最後の別れを告げる人。重しかも最後の別れ後悔。邪魔。行ってくるねみたいな。あー、なるほど。深読みしてますね。
答えは陰ながら応援する人のイラスト。そのまんまじゃん。これどうすりゃいいんだ。考察バチクソ当たってたけど、ほら松岡奮闘だよ。だってもう絶対イラスト屋な金に松岡奮闘モチーフだよそれ。1ポイントイエーイ。そうだろ。それ一番ベストよこれ。笑いも取りつつ正解するっていう一番ベストの回。第4問こちらです。どこまで攻めるかだよね。これも表面かすめ取るならあれだけど、そっからこう設定を膨らましていくべきかどうか。ね、その顔なんでそんな顔すんの。カイトくん、認知症で顔が思い出せない人のイラストあるんだよな。意外とね、認知症とか使ってるからね、イラストや。ハルキくん、ミステリードラマを見て犯人が誰かを予想する手法。うわあるな。あるわそれ。身内の顔が思い出せない系かと思ったんだけど、にしては多種多様な人が、子供から大人までみたいな感じだったから。なるほど。うん、なぜか、まあ、僕はそのまあ一人そのスーツ着た人がいるじゃないですか。いますね。それが僕はね、先生だと思ったんですよ。ほう。なので新しいクラスでみんなの名前や顔を把握できていない人あるなあ。あるけどね。クラスメートと先生ババアいいんだよね。そうなんだ、おばさんいいんだよ。ババアいいんだ。ババアいいんだ。え、これババアなの。ババアだよ。髪の毛がメッシュのババアいいんだ。嘘だろ。副担任かもしれない。そうだよ。ああ、いるやん。副担ババアはあるやん。副担ババアは聞かれたもんね。いきます。はい、正解は他人の顔を覚えられない人のイラストです。うわー、そのままだった。これは深読みしすぎっすよね。概念じゃん。それで問題。おいい問題っぽい。よく見ろ。これも分かって。え、これちょっと分かりやすくない。俺も分かったかもしんない。もっと途方もないのとかが欲しかったっすよね。のせくん、長期休み直前に物をたくさん持って帰っている小学生。一緒です。夏休み前に溜め込んでいた荷物を持って帰る小学生。これがないよね。ないですよ。だって持ってるものがさ、朝顔の植木鉢とリコーダーとか物々をさ、引き出しにこう持ってる。そうそうそう。俺全然ちゃんと見てなかったかもしんない。答えたくないレベルで恥ずかしいかもしれない。早くしろ。転勤させられる人。しかも転勤。ちょっと待って、明らかに小学生で。いや、お前勤めてるやつがお前名前付きのカバンとランドセル小学生だろ。いいですか、正解。はい、正解は学期末にたくさんの荷物を持ち帰る小学生のイラストです。正解。正解。イエーイ。よいしょ。よし、分かった、俺が今から探すわ。一問シャバい、ヤバいの。ヤバいの。お前も答えろ。結構はい詳しく言ってほしいですね。なるほど。こちらです。うわ、おっと。いや、でも分かるよ。ああ言いたいことは分かるけど、詳しく書くんだよね。待っていてもらえ、いいですか。普通すぎるわ。できたもちくん。はい、杉の木を伐採し花粉を撒き散らしているイラスト。ああ、僕もほぼ杉の木を伐採する人。はいとくん、森林伐採をするために薬剤を撒いて自分に害が出ないように防護服を完備している人のイラスト。いや、でも俺はこんな問題いくのかと思った。僕思ったんですけど、はい、タイトルというより説明の方が多分ポイントです。こっち読みますね、はい、花粉を出す杉やヒノキを伐採しようと怒っている過激な花粉症の女性のイラスト。怒ってないだろこいつ。怒ってるんですよ。顔見てください。あー、若干。いや、もうそこはそういう怒りなんだって。これぐらいあるんですから。そうですか。というわけでね、もちくんは今日から1週間ね、イラスト屋だけで LINE を使ってもらうってことで。はい、そうしましょうね。汚いですね、ボールが。もうすいませんでした、本当に。